51回文芸祭りにおいて、当初の通り優秀な成績を収められたので、これを称します。平成21年11月15日、和歌山県知事、三坂義雄、おめでとうございます。五十の方法を読んで、以前から私はテレビを見ていて、地球温暖化や CO2 削減、エコーという言葉に関心を持っていた。近頃世界中で起こっている大雨、ハリケーン、熱波などの異常気象も地球温暖化が関係していると考えられている。私たちの暮らしが原因で地球は壊れているのかもしれない。もしそうならば、地球の SOS に耳を傾けなければいけないと思った。この本の題名を見たとき、子供の私でも地球を救うことができるのかもしれないと思い、本を開いてみた。本を読んで、人間が便利で快適な暮らしのために開発されたものから、CO2 と熱が出されているということについて、とても考えさせられた。私たちがいつも暮らしている中で、こんなに地球を壊しているとは思ってもいなかった。今、地球上では1秒間にテニスコート9名分の森が消えている。森と共に生きた生き物たちも20分ごとに数日絶滅している。一緒に地球も隔離ができずに苦しみ始めている。壊された自然を取り戻すためには長い長い時間がかかる。自分の一日の生活を振り返ってみると、暑い日寒い日は当たり前のようにエアコンをつけていて、温度設定のこともあまり気にしていない。使っていない電化製品もコンセントをつないだままにしている。パソコンにテレビゲーム、携帯電話のエネルギーを使っている。全部持っていれば便利だけれど、それを目指すのではなく、なくても住むものは持たない暮らし方もあるということを心のどこかに決めておこうと思った。私は今からでもまだ遅くないと思う。地球の元気を取り戻すためにできることはいくらでもある。家にいるときは電気をこまめに消したり、エコのために買い物袋を持って出かけたり、近場には車でなく自転車を利用する。そして私はこの本の中で教わり実践しようと思ったことは、カーボンオフセットをしてみようということだ。カーボンオフセットとは、自分で出した CO2 は自分で片付けようということだ。例えばカーボンオフセット付きの商品を買うと、代金の一部が CO2 を吸収してくれる。俺を育てる活動やプロジェクトなどに使われる。買う必要のあるもので、カーボンオフセット商品があれば、トライしてみようと思う。知っている、知らない、人では大きな違いがあると思う。でも、基本は、やはりエネルギーの節約、それと、もったいない、という日本に昔からあるこの言葉だと思う。私は、みんなで地球のためにできることを話し合い、身近なところからできることを始め、毎日それを続けていく。そうすれば、みんなが笑って暮らせる明るい未来を作っていけると思う。それでは、ありがとう。和歌山文化協会会長賞紅葉中学校3年坂口成美さんの作文、敗北です。敗北。紅葉中学3年坂口成美。敗北と聞いて浮かんでくるのは負けや破れるといったイメージだ。私はそんなにいいイメージを持っていない。誰しも敗北は避けたいことだと思う。しかし、敗北とはそんなに悪いものなのだろうか。敗者というテーマで道徳の時間に話し合いをしたことがある。野球の試合で負けてしまった少年の話だった。先生や監督は努力したことこそに意味があるという。だが周りの人たちは試合の結果ばかりを気にする。少年は結果こそが一番重要ではないのかと考え悩む。そしてこれからは精一杯手足があって結果を残していこうと決意する。そんな話だ。この話を読んだ時、私の敗北した瞬間を思い出した。中1の期末テストである。先生から理科のテストを返され点を見て驚いた。小学校の頃は取ったこともない点数だったからである。こんな点数お母さんには見せられない、そう思った。それが私のテストに敗北した瞬間である。敗者の少年は
結果が大事なのだと自分なりの考えを出した。しかし私はそうは思わない。私が敗北したテストを母親に見せた時だ。母親はどうして間違ったかをよく理解して、次のテストも頑張りなさい、今回もよく頑張ったねと言った。怒られたがそれ以上に自分の頑張りを認めてもらった気がして嬉しかったのを覚えている。テスト勉強を頑張らないとテストは良い点数を取れない。結果が悪かったのなら勉強の仕方が悪いのだ。その方法を変えればいい。確かに結果は重要なものだ。しかしその結果に至るまでの経過も大事なのだ。母の言葉でもあるように、結果が悪かったのならどうして間違ったのかを考えればいい。そしてこれからの試合やテストに向けてそれまでの経過をより有効的に使えばいいのだ。敗北したことで私はたくさんのことが見えた。たとえ何かに敗北したとしても次があると心を改める気持ち、次のステップに上がる前にできないところやわからないところを見直そうとする姿勢、きっとそういうものを敗北は教えてくれるのだ。敗北には確かにいいイメージではない。しかし悪いものでは絶対にない。敗北すると惨めな気分になるし、悲しくも悔しくもなる。だから私たちはそれをなるべく避けたいと思う。しかし人生に何度も敗北は訪れるだろう。私たちはそれを受け入れなければならないのだ。そして次の段階に上がるための糧にしていくのだ。敗北と勝利を私たちは繰り返して成長していく。敗北とは人生にとって必要不可欠で大切なものだ。これで終わります。小野さん、坂口さん、本当にありがとうございました。